君から僕に世界の間抜けな事件、老後の金がね、ピチピチギャルが通ります。ああいう女ともイチャイチャしたい。そうと決まればゴルフレッスンのコーチになる。あ、もしもし、僕コーチになりたいの。大歓迎です。お宅のゴルフ場ってどれくらい離れてる？お宅とは数百キロ離れた場所にありますよ。え、本当？はーい。はーい。あ、マジか。金がねえから困ってんのにな。こういう時は銀行に行けば解決するんだよ。あ、ちょっといい？お金振り込んでほしいの。君から僕に、銀行から僕にでもいいよ。何言ってるんですか？平たく言えば強盗だよね。ダメです、許しません。なんだこれ。この銀行はロックダウンされました。仕方ない、別の銀行だ。強盗だ、金を動かせ。俺は前の銀行でしくじったからな。早く金を動かせ。なんだよ、お前を逮捕する。え、ピッとしとる。世界の丸々な起源、チェイハッハッ。おー、綺麗な水じゃ。ピリッとしとる。つかなきゃ。あら、珍しいソーダ水が飲めるなんて。なんなん、マドモアゼル。それは外国の呼び方です。日本ではこう呼びます。世界の丸々な起源、せんべいだけじゃ儲からんな。もっと儲かるやり方教えましょうか。え、本当？せんべいと同じ材料でおかきができるんです。僕そのやり方少しだけ知ってます。あなたに教えましょうか。ぜひやり方教えてくれ。あの若造、中途半端にやり方だけ教えてどっか消えやがった。バイバイなのだ。母さん、もうやめる？もう引き返せませんよ。そうだよな、仕方ない、作るか。あ、忙しい忙しい。あ、母さん、危ない。ああ、歪んじゃった。やっちった。元に戻らない。ごめんね。もうこれで作るしかないのかよ。もう最悪だな。おやおや、それは。そうだな、これはまるで可愛らしい柿の種だ。やっぱうまいの。だがわしは柿の種なな、ピーナッツさんの七三分けが好みで。神に感謝。世界の間抜けな事件。なんで俺歩いてんの？人間って歩かなくするために産業革命したんじゃなかったっけ？これ？俺時代遅れ？嘘でしょ、それだけ勘弁。自転車あんじゃん。簡単なワイヤーで繋がってるだけだし。しかも俺、ワイヤーカッターあるし。これ、神に感謝ってやつ？あー、めーん。よし、開け、夢の旅。よし、来た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 。あー、でもこれ、ザンギアじゃないのか。ちょっと遅いけどな。おい、この際な。おい、おい、何？自転車を持ってどこに行く気だ？ああ、自転車で移動した方が早いと思ってさ。ここがどこだか分かってんのか？ここ？駐輪場でしょ？どこの駐輪場だと思ってんだ？どこのって、ピーを。だからワイヤー一本だったんだ。そうだ、セキュリティはバッチリじゃん。本性出したね。今からお前に選択肢を与える。ビリビリするやつかガチガチに拘束されるか、どっちがいい？じゃあ失礼して。その選択肢だけはないんだな。じゃあ僕はどうしたらいいって言うんですか？お前を逮捕する。そうだよね。不安だ。世界の間抜けな事件。いやいや、皆さんはマネーロンダリングについてご存知でしょうか？某 EC サイトでは現金をそのまま出品してそのまま買うという行為が流行っていました。なぜこのようなことが行われるのか。汚い金を売って代金で綺麗な金を手に入れる、こんなことが起こっていたのです。おや、あの男もマネーロンダリングに挑戦しようとしている。いや、ただのバカかもしれませんね。俺は強盗に成功した男。メモ紙1枚で金が手に入るなんてチョレー。この金を持ってることが不安だ。どうしよう。あ、なんだ、 ATM に預けりゃいいじゃん。そして出しちゃいいじゃん。はい、ダウト。なんでですか？これはマネーロンダリングですよ。お前がやったことによって足取りがついたな。ちょっと言ってる意味が分かんないっすね。笑わせんじゃない。お前どこの銀行に強盗して金を手に入れた？山山銀行です。そしてここはどこの銀行の ATM だ？山山銀行です。お前がやっていた行動を行動で示せるか？取って入れて出す。お前を逮捕する。世界の間抜けな事件。監視カメラ付きの店に強盗なんかしやがって、舐めやがって。こいつで一発だかんな。あ、来た。あ、お、うん、不足な真似をこれだと特定できねえな。いや、あー、うちの商品が、あれ、固定してねえの？あ、ちょ待って、今の見つけた。見つけた、警察だ。なんで僕のことバレたんですか？本当だよな、不思議だよな。顔隠してたのに。途中まではな。え、途中まで？この映像見るか？え、どういうこと？ちゃんとうまく顔隠してるな。ここ。お前、商品見るのめんどくさくなって自分で脱いだだろ。店主めっちゃ笑っとったよ。笑顔にしたなら脳幹でどうすか？お前を逮捕する。お星様が見える。世界の間抜けな事件。ご主人様、早く僕をドライブに連れてってくれないかな。いや、あ、ご主人、うめ、酒くっさ、飲んでるし、この人気合悪いな。え、ちょっと待って、ブン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 、酒飲んだ状態で運転したら飽きまへん。気合、しかも伸ばしすぎです。あウェイ、あ、ご主人様、やつが来てます。ご用だご用だご用だ、あとです、あと。貴様、飛ばしすぎだ。おい、車、もうちょい何とかしろ。ごめんなさいね、うちのご主人様が。ワイスピ、貴様のはクレジータクシーだ。アクセルなくなった。今がチャンス。あ、やべえ、引いちゃった。お星様が見える。お前を逮捕する。世
界の〇〇な起源。おい、道中大丈夫だったか？大丈夫でさ、ちょろいもんでさ。じゃあ約束のものを必ず収めろよ。わかってますよ。これで国家転覆っすね。約束だ。約束っす。約束。あ、なんだこいつ。なんだおめえ。あなたは今確かにそう言いましたね。兄貴、無視しましょう、こんなやつ。あなたが言いましたその行為。え、これ？起源を答えろ。何これ？あ、走って。走らないと大変なことになりますよ。契約。それは類義語だ。起源ではありません。そんな難しいこと言わんといて。兄貴頑張って。これが関係してんだろ。いい線いってるじゃないですか。でも時間が。ああ、残念。首と小指が切れましたか。小指は約束のために必要ですからね。首はこの辺にぶら下げておきましょう。何が出るかわかりませんからね。おや、この顔の意味を知りたいという顔をされてますね。ではお連れしましょう。Welcome to Another World。何やってるん？世界の丸々な起源。この新作ゴキ逮捕棒で。ゴキゴキゴキ。お前を逮捕する。あっか。ゴキゴキゴキ。あ、やべ。張り付いて離れない。ゴキゴキゴキ。あ、お前隙間に逃げるなんて卑怯だぞ。この新商品血管まみれだな。そりゃそうだよ。ゴキブリ早えもん。でもひっついたら一発なんだよ。いっぱい売れ残ってるからね。そうだよな。在庫整理してくる。うい。あ、きれいきれい。あの、何やってるんですか？粘着テープでホコリを取ってるのよ。これめっちゃいいのよ。あ、なるほど。そんな使い方が。あんたもやってみなさい。あ、はい。あ、確かに。これいいよ。ねえ、よく取れるでしょ。でもね、これもうちょっとシャーっとできたらいいのにね。確かに、サーっとできればこれはすごいことになる。絵なんかあったらもうめっちゃいいのに。絵も長ければ。どうにかならないかしら。え、粘着、ホコリ取り。これは捕まえた。いいわ、すっごいゴミ取れる。あ、すっごい。あ、ゴミ取れる。すごいわ。あ、すごい、すごい。はーい。やったぜ。世界の間抜けな事件。先輩、本当に引っかかるんすかね。大丈夫だ、俺を信じろ。犯罪者とはいえ人間ですから。絶対に犯人は捕まる。いいか、車上荒らしっての何でも盗む。だから覆面パトカーに金品でも置いてみろ。すぐに犯人は捕まるさ。そんなゴキブリホイホイみたいなこと起きませんって。あいつら一応人間なんですからね。そんな人がゴキブリみたいになるなんて。ゴキブリがいた。うそ、お前を逮捕する。引き続き作戦を実行する。さすがに次はもうないんじゃないですか。大丈夫だ、次もうまくいく。あいつらは単細胞だ。前田の犯人はバカだっただけですよ。犯罪者どもがね、このバカばっかり溢れてたのに、今ともっと平和だと思いますね。やったぜ。平和だな。お前を逮捕する。ああ、どんどん行こう。先輩、まだやるんすか。二度あることは三度ある。三度目の正直ですって。こんな簡単に犯人が捕まるなんて天文学的数字ですよ。二度あることは三度あるね。よっしゃ。というかお前三回目の逮捕だね。三回目なら大丈夫かと思って。お前を再逮捕する。え、ハッピーハッピー。世界の間抜けな事件。ガソリン盗んで盗難車で逃走。俺の人生ハッピー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 。やべ、やっちゃった。どうすっかな、この車。なんだ、あの車。あ、やべ、警察が。逃げよ。なんだこれ、持ち主はいねえのか。よいしょっと。あ、そうだ。もしもし。はい、こちら911。はい、国家の犬。はい、俺は盗難車で逃走して、警察から逃げているなんだてめえ。お前らに俺を捕まえられるか。いやよな。なんだてめえ、この返答を言うの。切りやがって。こちら司令部、現場を落とせよ。はい、こちら現場。この辺に車をボコボコにして逃走を図った犯人がいる。ああ、直ちに警察犬を使って何としても調べ上げろ。なんか怒ってる。大至急、以上。うん、まあ、言われた通りにやろう。ここに隠れてるわ。どうだ、この辺か。 あ、そうか。お前があの車の持ち主。なんでここがバレたんだ。俺が車泥棒だってのがいけねえのかよ。お前とんでもねえやつだな。こうなら最終奥義。なんだよ。なんとかなれ。ねんで、何か言うことは。警察舐めてごめんなさい。お前を逮捕する。え、やかましいわ。世界の珍しい事件。ただいま、ママ楽しかったかい。だいぶ楽しかったわ。もう熱気がすごいの、こんな感じに。うちでやめておくれ。ああ、ごめんなさい。でもチケットが当たってよかったね。このまま今日が何も起こらず終われば最高の一日になるわね。なに？ちょっと。え、なに？天井に穴が開いてる。誰がやったの？あ、地球外生命体。ママ、NASA を呼んで。違うわ、保険会社呼んで。そんなのいいって。もしもし。あら、これは大変でしたね。これ絶対地球外生命体の仕業よ。ほら、あれ見て。成分分析してみましょう。どれどれ。まずい。ちょっと大丈夫。でも大体わかりました。え、わかったんですか。あなたは飛行機に乗ったことが終わりですか。まあ乗ったことありますよ。飛行機のトイレってすごい勢いで吸い込まれるじゃないですか。僕たまに漏れてしまうことがあるわけですね。排泄物っていうのはほとんどが水ですから、すぐに凍るわけですね。まあ、これを見る限りあなたのところはちょっと運が悪かったってことですね。ですが、こう考えることもできるんじゃないですか。運がついた。やかましいわ。ダーウィン賞の紹介。ああ、死んじゃった。
ったよ。俺たちの体はせんべいだ。あ、この事件の先犯って誰だ。俺かなだよね。俺たち悪いよね。そうだよな。貯水タンク同時に切ったらそれぶっ倒れてくるよね。あー、よかった。いや、俺たち超仲良し。でもこんなバカなことする奴らは俺らだけで十分だよな。だな。あれ見ろよ。え、何、どうした。廃工場。あ、金属泥棒だ。目の付けどころがシャープだね。インスパイアズネクスト。あれ、切断しようとしてる。足4つしかないのに足3つ切っちゃうの。その気持ちに応えてく。おい、来たぞ。え、俺たちいつの間にか死んでる。ようこそ、俺たち全員ダーウィン賞。やっちゃいましたね。世界の丸々な起源。部下君、我が国もだいぶいい感じになってきたね。本当っすね。デマなんか一つもない、素晴らしいじゃないか。わかりました。じゃあ新聞に思いっきり正しいことって書いときますから。この新聞記事見た？見た見た。新聞社デマ好きやがった。部下君。はい、なんすか？我が社でデマをばらまく不届き者がいた。え、そんな奴がいるんすか？それはお前だ。僕っすか？オールの頭文字はなんだ？え？O なんじゃないですか？違う！ A だ！アルファベットの最初の文字 A だ！あら、そう。コレクトの頭文字はなんだ？K なんじゃないですか？ C だ！ ABC の C だ！なんでそれかわからない！あら、そうですか？貴様一面にそれを載せよってな。やっちゃいましたね。でもさ、これさ、綴り間違いにしはさ、意味伝わるよな。なんとなく言われても伝わるしな。この頭文字なんか取って妖怪って意味で使えるんじゃね。わかったわかった。 O と K で、せーの、 OK 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 全部 OK だよ。ちなみにオーキードキーのドキーの部分はなんとなく意味がなくて添えられたものなんて、オーキードキー。うん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 。世界の間抜けな事件。ママ、キャンプ行ってくる。何するの。キャンプ。はーい。キャンプ楽しみだな。うん、おう、野球するか。バット持った。持った。ボールは。お皿。よっしゃ、プレイボール。ウィン。あ、気持ちいい。あっちゃん割れたか。でも楽しいな。いや、散々遊んだし、なんか思い出に残ることしてえな。じゃあ俺 T シャツヌースも。じゃあ俺消火器巻く。じゃあ俺落書き引いちゃおう。めっちゃいいじゃん。そろそろ帰ろうぜ。アディオスキャンプ場。この間のキャンプ楽しかったな。おいなんだよ。警察だ。お前がヤマエでだな。なんで俺の名前知ってるんだよ。キャンプ場全員に名乗っていただろう。落書きでヤマエで登場と。あー、そっかそっか、そう取られちゃうのか。やっちた。お前を逮捕する。ダーウィン賞の紹介。あら、どうしたの。喉の調子悪くてね、酒が飲めないんだ。アルコール依存症を治すいい機会じゃない。何を言うの。酒を飲むぞ。あ、次から。え、ちょっとボタン押して。あ、気持ちいい。気持ちいい。じゃあ俺この後友人と飲酒パーティーだから行ってくるな。どうやって飲むねん。おい友人、俺たち飲みすぎたから帰るからな。お前のケツに刺さった飲みかけの酒、これどうすんだ。そのままでいいのか。あ、分かった。じゃあな。こちら大脳指令室、食堂さん。はい、食堂。すぐにアルコールの流入やめてください。肝臓さんが死にそうです。酒なんか入れてねえよ。そうなんですか。どっか別の入り口から入ってんじゃねえのか。別の入り口っつったって。あんた大腸さん。へい、こちら大、すぐに流入をやめてください。あ、無理っすね。だってケツに瓶刺さっちゃってんすもん。止めらんない止めらんない。もうおしまいだ。ダーウィン賞の紹介。俺は飲酒運転してる。なんでこの道路ガタガタなんだよ。気をつけて運転しなきゃ。どうしてここに溝なんかあるんだよ。電柱にもぶつかったよ。なんでだよ。俺のせいか。そうかそうか。いやー、どうにかしなきゃな。あ、いいところにトラクターあんじゃん。発進用意。あ、チェン。こいつで俺の車を引き上げる作戦だ。ファイヤー用意。あれ、ファイヤーねえじゃん。なんだよそれ。どうしてだよ。いそワイヤーあんじゃん。すんげえ。ラッキー。トラクターにこれで接続準備オッケー。世界の間抜けな事件。本当に奴ら来るんかな。まあでも来たら俺たちが後手からすか。お前ら準備はできてるな。はい、もちろんです。警察の威信をかけて突撃。はー、警察だ。麻薬取引犯を逮捕しに来た。警察なんでいるの。犯罪者どもに霞耳なんかねえんだよ。待ち込み申す。エクサ、この分からず屋どもが。ふわ、鉄拳制裁。ふわ、アッパー。何をする。ボス大丈夫ですか。語ろうぜ拳で。やっとらないかい。かかれ。はー、勝ち込み返してやる。お宅の警察官同士で殴り合いしたって本当ですか。はい、本当です。潜入捜査官に気づかず警察官が勝ち込みしたって本当ですか。誠に遺憾でございます。警察官同士で連携が取れていないから起こった出来事だということは本当ですか。はい、遺憾でございます。この件について所長はどうお思いですか。はい、それではちゃんと変装ができて味方の目も欺ける優秀な警察官。はい、行こう。やかましいわ。え、世界の珍しい事件。先生、なんだ。このビル完成までどれぐらいの見込みだったんですか。140時間の見込みだ。今は数ヶ月経っている。あと何ヶ月必要ですか。あと5、6ヶ月といったところか。合計10ヶ月じゃないですか。どうしてそんなことになったんですか。仕方ないだろう。 3D プリンター技術を使ってビルを今回作ってるんだから。ちょっと無茶苦茶な形にしちゃったら。へいへいへい。
天井ベコベコになっちゃった。天井がつかなくなっちゃった。何やってんだよ。問題はそれだけじゃない。今回新しい素材のコンクリート使っただろ。へい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 。ポロンと落ちちゃった。つかねえやこれ。試せよいろいろ。なんで普通のコンクリート使わなかったんですか。そんなことやったろ。コンクリート入れてスイッチオン。詰まっちゃった。インジェクションが詰まっちゃうでしょうか。それを分かってたんですね。先生もうやめましょうよ。いや次は3倍の規模でやるぞ。やめとけ。嘘だろ。世界の間抜けな事件。店が暇だ。強盗だ。金をよこせ。え、こっちもナイフ持ってるからな。何 やるか。本当はバットだがな。おバット、そっちに強盗が逃げたぞ。やっちゃえ近隣住民。嘘だろ。住民からタコ殴りにされて追い上げされたのか。強盗が追い上げに。やかましいわ。お前を逮捕する。ああやべ。世界の間抜けな事件。回転んだよ。ダリーナ検察官、罪状を述べて。はい裁判官。この男は卑劣にも靴屋にナイフを持って強盗し、69ドルと幾何色のブーツを盗みました。なんで靴なんか盗んだの。うっせえよ。なんだっていいだろ。静粛に。幾何色だな。ああやべ。ちょっと警察官調べて。ちょっといいか。あ、話せや。これ盗品です。お前はバカか。この靴はもう俺のもんだよ。靴はこれしか持ってねえからな。はいはい、言い分は分かった。判決、貴様は重罪。そしてお前はなんだよ、これ以上あんのかよ。話で帰れ。え、世界の間抜けな事件。最近娘と連絡取れんが、もしもし警察さん。どうしました。娘の様子を見に行ってくれ。わかりました。はい。娘さん、警察が来ましたよ。ん、うわ、めっちゃ可愛い赤ちゃん。ん、放置声ないかい。ちょっとちょっと、誰かいないの。誰かいないの。あかん、突撃。赤ちゃんもう大丈夫だからね。ちょっと何やってるのよ。どうも。それリアルな赤ちゃんの人形よ。私が作ったの。海の上には変わりないってことっすね。やかましいわ。世界の間抜けな事件。君たちは完全に包囲されている。武器を背に慣れていてください。先輩、反応なしっす。何が目的なんだ。また無視っす。何か欲しいものあるか。金か、金なのか。またまた。なんとか言え。ラシのすべてです。あ、おかわいいぞ。突撃するぞ。どうしましょう。だから、おい、無視しやがってな、この野郎。奴はどこ。特殊部隊、あんま食べてっと、痛い目合わすからな。なんだよ。あれ見てください。犯人の真相は看板でした。あ、ほんと。先輩、なんだよ。これってほんとに、でこいですね。やかましいわ。いらっしゃいませ。世界の〇〇な起源。ふざけやがって。コーンフレークに砂糖かけた方が美味しいって。コーンフレークに砂糖かけるのは断固反対だ。そんなこと言わないでよ。大体砂糖はおろか肉もダメなんだぞ。兄さんの分からずや。もういい。とは言ったが、肉がなきゃ人は生きていけないのもまた事実。いや、これはじゃ、おい、そこのお前、何やってんだ。今ピーナッツを粉状にしてます。おー、そうか。はい。これもっと細かくできねえ。はい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 。もっと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 もお肉の代用品。世界の丸々な起源。お前の理論は破綻している。メモリーチェックが最強です。 SD カード受け付けません。ほらダメだ。閉会閉会。もうカフェイン足んねえ。行かなきゃ。あ、ごめんなさい。あ、コーヒー終わっちゃいました。あ、せっかく7回まで来たのに。カフェインうめえ。コーヒー、何かコーヒーを確実に飲むためのアイデアはないか。そんなの俺たちだったら解決できるだろう。そうだよな。ケンブリッジ大学のコンピューターサイエンスだ。どうも、ヤマエルの生き様です。本日はいろんなものを紹介していきたいと思います。ぜひ皆さん、コメント、高評価、いいねなどよろしくお願いしますね。よろしくね。世界の丸々な起源。この商品どうぞ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 。くそ、こんなになっちゃった。また結ぶのかよ。くそ、めんどくせえな。いい話だね。突然の弁護士さん。ビジネスの香りがしたんだ。僕と一緒に頑張らないか。は、何がだよ。靴紐を結ぶのがめんどくさい。靴紐を結ぶのめんどくさい。靴紐を結ぶのがめんどくさい。靴紐を結ぶのめんどくさい。何がつくらい。いや、靴紐のところはジッパーってやつに取られたんですけどね。他のところは全部僕のもんなんですよね。ジッパーの野郎。世界の珍しい。ずいぶん羽振りのいい自転車だな。お邪魔します。屋根裏から盗みに行ったろ。お先真っ暗じゃん。しょうがねえ。よく見えろ。あ、おせえほんま。世界の珍しい事件。タクシー、アスカー、ダメだダメだ、持ってこい。弾がありません。じゃあ電話持ってこい。電話ですね。はい、もし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 。なんすか。放弾を早く。合言葉はどっちロール。どっちロール。本当ですか。早くしろ。直ちに。呼吸はまだか。これで着きました。おー、ありがとな。甘くて美味しい。そうですよね。これ本物のドッツェロールじゃねえか。本当だ。ああ、もう無理だ。退却だ。うわー、来客の車は燃料漏れて動きません。マジかよ。もう終わりだ。俺に妙がある。この試験品を
これで自走可能。大キャー撮影ロール最高。世界の珍しい、俺たちの子供楽しみだな。私幸せ。あら、いいわね、男の子女の子。まだ分かんないですよ。そう、私に任せて。この爆薬は、この爆薬は、この爆薬は、うわすげえ、これ決めた。みんな集まって。どうしたんですか。今から性別発表の爆発をします。あ、言ってたやつ。爆薬を用意して、火薬、粉を用意して、粉、それをパイプに詰めて、パイプ、蓋をします。で、火をつける。パイプ爆弾じゃん。そして逃げる。人じゃダメ、人じゃダメ。え、何を言ってるの。世界の珍しい事件、ここ掘ればーば、よしかしろー、よしかしろー、一攫千金じゃ。お前かよしかしろー。お、もう一回か。えいっ、お前かよしかしろー。すごいなこれ、なんかピカピカ光っとるの。はい、こんなんじゃ金にならんな。はい、警察だ。お前が切ったそのケーブルは隣国へのインターネットをつなぐための大事なケーブルなんだよ。え、そうなの。お前のせいで隣国のネットワークは全てブラックアウトだ。お前を逮捕する。え、届いた。世界の珍しい、ダチョウ。おい、よしよしよし、ダチョウもかわいい。エミュー、エミューもかわいい。わしは幸せじゃん。もうすぐわし死ぬな。心残しがないように新しい動物買っとこう。お、届いた。すごい鳴き声。お、早い。そして強靭な足。ん、来るのか。よし来い。でも本も、遊び道具じゃないんだぞ。世界の間抜けな事件、いらっしゃいませ。チロルチョコをくれ。はい、わかりました。かわいいですね。好きなんだ。そうでしたか。これどうぞ。どう、あとのご来店お待ちしております。おいい人だ。おっちゃん、おっちゃん。なんだ。僕にビールをおごって。あ、早くして。おごるわけないだ。かぁ、そんなこと言うんだ。だったら代わりに金出して。それおしまい。遊び道具じゃないんだぞ。これは銃だからね。おっさんの頭パンってやっちゃうよ。オタク、超えちゃならねえ線ってものがあるんだよ。強盗をやってる時点でそれは承知済みだよ。ゴングを鳴らしたのは貴様だからな。え、ちょ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 、うおー、参ったか。おっさんです。お前を逮捕する。え、これでよし。世界の間抜けな事件、人任の警備員くん。君は60歳だが今日が初出勤だ。頑張って働くように。なんだねその態度。愛じゃないわ。もういい、さっさと持ち場に着きなさい。ここが俺の持ち場が。なんだこれ、マーリか。なんだ、あの落書きか。なんで顔がないの。ちょっとよくわかんないわ。これでよしと。暇だな。顔なしの絵に顔が。これ誰が描いたの。俺ですけど。ダウト。どうすか。エミー、とんでもないことしてくれたね。目描いただけなのに。お前を解雇する。世界の間抜けな事件。お、バイク落ちてんじゃん。盗んだバイクで走れない。どうすんだ。え、なんだよこのスクーター、使えねえな。こういう時はターミネーターみたいに中ガバッと開けてプラグペッと繋げばいけんじゃね。よし、あれ、これナットで閉まってんじゃん。わ、困ったな。どうすっかな、ほんと。お前ここで何をやってるんだ。お、ちょうどいいとこに来てくれたね。え、何。ドライバー貸してくんね。ドライバー、この中ちょっと開けたいからさ。持ってねえよ。あ、そうなんだ。ところで一つ質問していいか。どうしたの。そのバイクはどっから手に入れたんだ。知らないよ、これ窃盗したんだもん。そのバイクの持ち主とは面識があるのか。知るわけないよね。俺が警官であることをお前知ってるか。知らないに決まってんじゃん。お前を逮捕する。え、やりすぎだわ。世界の珍しい事件、トイレ掃除めんどくせえ。だけど終わった。最後のとどめは薬品を混ぜる。混ぜるの危険って書いてあるけど、危険ぐらいがちょうどいいんだよ。よし終わり。掃除をしたら心が磨かれるな。ゴキ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 。公開中め、俺は危ねえが、あいつがさっき2種類の混ぜちゃいけない薬品を混ぜたことで俺は生まれた。俺がお前に引導を渡してやる。これでオッケーだ。邪魔は見ろってんだ。こいつ虫の息だ。人間様をおちょくりやがって。許せん。キャッチアンドファイヤーアンドリリース。俺あいつの息の根を止めてやるか。僕は火だよ、燃やしちゃうぞ。俺は。ちょ、お前なんだこの大爆発。ゴキブリ退治してました。やりすぎだわ。え、世界の間抜けな事件。うーれ、強盗だ。なんとしても金越し。今日はこの銃を腰につけてホットドッグに強盗していこうと思うぜ。よしよしよし、うちのホットドッグ世界一だよ。強盗だ、金をよこせ。おっと、勘弁してくれよ。今めっちゃ忙しいんだよ。お前の頭がなくなるか、ホットドッグが忙しいか、どっちか選べ。もう仕方ねえな。わかりゃいいんだよ。財布どこやったっけな。あ、ここか。よいしょ。あっつ。あ、お金が。ごめんな、全部ばらまいちまったわ。自分で拾ってくれ。なんだよ、もう仕方ねえな。
おじいちゃんどうした？おじさん、俺の金なくなっちゃった。勘弁してくれよ。金ならついさっきやっただろ。違う、俺の金がなくなったんだよ。あら、まあそれ大変だね。お金より大事なものなのにどうしたらいいんだよ。君の後ろにいる人が答えをしてるから聞いてみな。え？お前を逮捕する。え？世界の珍しい事件。これごとだ。なんとしても金が欲しい。今日はバイクを盗みに行こうと思うぜ。お手頃なバイク発見。早速。お兄さん、バイク窃盗は飽きまへんね。で、ババうるせえな。ほな、私が逮捕します。おめえごときに何ができんだよ。領域展開。ん？なんだ？熱殺蜂起。何も起こんねえじゃねえか。ん？ベン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 。あっちょ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 さあ、行くわよ。傷つし、お前は最高だよ。なんてお祭り騒ぎじゃねえか。よくぞ強盗を捕まえてくれた。あどうもあどうも。見んじゃねえお前ら。こんな呪術師さんすごいっすね。お前は逮捕しとくからな。あと任せてください。よろしくね警察ちゃん。お前はこの街のヒーローだ。やっぱり私最強。信じられない武器を使った強盗の結末とは。おーりゃ強盗だ。なんとしても金が欲しい。金が欲しいから武器を持って強盗しに行くぜ。いいとこにネカフェがあるじゃねえか。お邪魔するぜ。いらっしゃいませ、ネットカフェへようこそ。おー店主。はい。俺は銃を持っている。金をよこせ。お客様おやめください。そんな態度取るのか。いいぜ、出してやる。金をよこせ。うっ、恐ろしいだろ。怖いだろ。撃たないでください。金を出せ。なんだよ、バナナかよ。はい、取り押さえます。やめろ、離せ。もっと怖がってよ。怖くない？本当もないよ。警察に出すからな。え、そんな。まずい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 。お前の人生滑ったようなもんだな。ああ、早く来ねえかな。俺の武器はこいつ。あれ、食った？警察だ。あ、警察さん、この男バナナで強盗しようとしたんですよ。バナナで強盗？お前なんてことしてんだ。え、バナナ？中に参りませんよ。お前今何飲み込んだんだ？残念でした、僕は無罪だ。おい、ゴミはゴミ箱に捨てましょうね。あ、やべ、お前を逮捕する。え、日本じゃありえない狂った裁判の話。開廷します。被告人前。ではこちらに。もうえ、ああ、ちょっと検察官、これはなんだ。彼女がこの件の被告人ですよ。いや、そういう意味じゃなくて。あの格好は何だと言ってるんだ。彼女を牛のままになりたいみたいです。法廷を侮辱してるのか。すぐに脱がせろ。わかりました。うげえ。とまあこのようになるわけです。え、そうなの？まあ仕方ない。このまま進めるとしましょう。わかりました。検察官、罪状述べて。彼女は牛の格好をしたまま子供を追い回し、玄関先で放尿をし、車の前に出て通行止めをした疑いが持たれております。お前やっとること牛じゃないか。だって私牛だもん。有罪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 。え、風水が原因に起きたやべえ事件の話。玄関に植木鉢置いて、これでオッケー。あれ盗まれてる。仕方ない、サボテン置くか。また盗まれてる。ちょっと勘弁してよ。監視カメラ置くか。うわー、そらくっさー。なにこれ、玄関からする。うわ、くっさー。なにこれ、うっことすっこまみれじゃん。気持ち悪い。うわ、最悪だよ。こういう時こそ監視カメラか、最低。あ、人が来た。あれは隣の家のおばはんか。どれどれ。なんかペットボトル持ってんな。くっさ。うわ、臭そうにしてる。あれ、こうか。私の家めちゃくちゃにしてますだよ。うわ、巻いてる。バッチじゃあ見ろ。あのクソババ許せねえ。おい、クソババ、うちの玄関に何やってんだよ。あんたが私の風水をめちゃくちゃにしたんでしょうが。え、お宅が設置してる監視カメラのせいでうちの風水をめちゃくちゃ。お前を逮捕する。え、お風呂に入っただけでお金を取られた事件。ここが癒し場か。失礼します。あー、足が気持ちいい。すげー、全身でやろう。ああ、早速全身が気持ちいい。あれ、ちょっとお客さん何やってんの。あ、どうも。ここは足だけ入浴していいの。お客さん全裸で使っちゃダメだよ。そうだったんですか。あー、かわいそうに、いっぱい死んじゃった。セクタイ、なんでそんなことしたんですか。癒しを求めたら全身使っちゃって。あー、そうですか。で、気持ちよくておしっこしちゃいました。何やってんだよ。ペーハーチが酸性よりです。ペーハーチが酸性よりです。尿は酸性だから敏感な魚たちはどうかなっちゃうの。知らなかった。お前に損害賠償50万円を請求する。え、スウェーデンで行われた初めての事件とは。うるさい、国王陛下に反対。コーヒーは禁止、コーヒーは禁止。え、ついでに紅茶も禁止。そんな。どうしたこのお前ら。はい、どうしました。お前ら死刑だったな。そうです、悪人です。まず終身刑にしてやろう。え、いいんですか。バカ、喜ぶんじゃない、これは拷問だ。何するんですか。お前、コーヒーを毎日飲み続けること。え、それは。お前、紅茶を毎日飲み続けること。これが拷問だ。やったー。バカ、喜ぶんじゃない、コーヒー紅茶は猛毒なんだぞ。
リンガー、やべ、飲んじゃった。陛下、少量であれば問題ありません。まあ大量に飲んだらまずいらしいからな、頑張れよ。そんな恐ろしいものなのか。拷問だ、早く飲め。リンガー、飲み干さか。もうやめさせてください。パッポ、今日も飲め。だいぶ慣れてきたね。嘘でしょ。パッポ、今日も飲むのか。おいしい、ください。もういいや。パッポ、こうやって飲むと美味しいな。うーす、ここ陛下。ここ陛下の拷問参っちゃいましたよ。ところで何歳で死んだんすか。40代の時に殺されたかな。お前らは何歳まで生きたの。包丁を飲み続けていた僕が83歳、うん、コーヒーを飲んでて俺はこいつより長生きしました。コーヒーって健康飲料じゃん。意外なものを取ってしまった事件。西へ向きます。東へ向きます。西へ向きます。東へ向きます。西へ向きます。西へ向きます。やっべえ、やっちまった。酔った勢いで風見取り盗んじゃった。しかもこれ20年前の出来事だからな。まあいいや、持ち主に送り返したろ。ついでに手紙書いて送ったろ。何やこの荷物。あ、これ昔取られた風見取りじゃねえか。やら送り返してきやがった。あ、手紙。親愛なる病で様へ、会いたかった。じゃあ出向いて来いよな。私の歌があなたに響きますように。何言ってんだよこいつ。もう警察にチクったろ。はい、どちらさんすか。警察だ。お前が20年前に風見取りを盗んだ犯人だな。なんでここがバレたの。お前持ち主の家に届けるのにクレジットカード使ってたの。あ、そっか。このおまぬけ野郎。ってことは僕もついに女王か。お前は逮捕しない。え、逮捕しない。え、我が国の軽犯罪の時効は8年だよ。ってお前は逮捕しない。え、強盗が脅した相手の驚愕の正体とは。俺ごとだ、なんとしても金越し。いいか知ってるか、 ATM から金を下ろす瞬間が一番人が無防備になるんだぜ。早速行こう。おーさんぶん。お、なんだあれ。10ポンド下ろそう。うん、ギャロ狩りだな、ショロそうだな。早速行こう。おい、お前が下ろした金をよこせ。父さん？何言ってんだよ。俺はお前の父親でも何でもねえよ。その声は父さんだよ。だから違えっつってんだろ。この顔見ても思い出せないの。動くんじゃねえ。おー、息子、何やってんの。あら、そう、金なくてさ。もうばあちゃんに電話するから。一応お袋はダメだよ。もしもしばあちゃん、父ちゃんが俺のこと強盗しようとした。うん、分かった、警察に伝えるんだね。だってさ、そんな、お前を逮捕する。え、ポールを褒めてほしい事件。おい、お前ら、よかったな。もうすぐ裁判所だ。この手錠を外せよ。迷惑なんだよ。迷惑なんだよ。二人に同時に逃げられたらこっちも手を出せんからな。そう、今に見てろ。なんだよ、まだ裁判をしてんのかよ。なあ、相棒。なんだよ。早くしてくれないとこっちも困んだけどな。今逃げ出せるチャンスなんじゃね。確かにな。よし。おい、お前ら、少しここで待って。うそ、待て、この野郎。おい、逃げてんじゃねえぞ。これでもくれ。そんなもん当たんねえよ。あ、目が、あ、バカ、相棒、前が見えない。バカ、そっちに行くな。頭クラクラしてる。早く逃げなきゃ。相川君、君ら罪を追加ね。目が、お前らを再逮捕する。え、バーが覚醒した事件。おかえり、じいさん。どうしました。わしの年金おろせんやった。え、ATM でおろしたんじゃないの。 ATM がよくわからん。そんな係員に聞くとかいろいろあるじゃないの。知らん知らん、全部知らん。そうか。バーに電流走る。なんかすっごい腹立ってきた。バーさん、めちゃくちゃする。バーさん、バーさん、あかん。僕が銀行ね。ご利用ありがとうございました。お邪魔します。ちょ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 、何やってんすか。私のじいさんが ATM からお金を下ろせなかった。だから怒ってる。お前を逮捕する。とんでもなく汚い強盗の事件。俺は人生の成功者。なぜなら SUV に乗ってるからだ。お前を逮捕する。お前を逮捕する。やべえ、生きてたのバレた。逃げられると思うな。お前を逮捕する。追突してくんじゃねえよ。お前を逮捕する。まずいなら急停車。何か知って逃げる。お前を逮捕する。犯人ゴルフ場に向かって逃走。ダメです、見失いました。わー、隠れる場所、あれだ。じゃあ、え、ひどい。ん、何だあの人。くっそー、強盗か。いや、買い取りがここバッチー。こん中か。早く行ってくんないかな。ツンツン。おい、ツンツンしてんじゃねえの。ツン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 。あ、あ、あ、ざまみろってんだ。くしゃー、犬めがつるしてない。おい、おい、おい、なんだよ。お前を逮捕する。やってね。世界の間抜けな事件。俺は今日人生が変わる。この仕事をこなせば俺は大金持ちだ。お、さすが。連絡が来た。はい、もしもし。はい、もしもし。例の仕事だけどね、今座標送ったからここに来て。わかりました。どれ。え、本当にここですか。なんか不満か。絶対ヤバい場所ですってこれ。大丈夫、探偵者に話通してるんですか。探偵者通ってるよ。心配だな。お金欲しくないの。いや、やります、やります。はい、お金欲しい。じゃあ言われた通りの場所に来て。よろしく。はい、それではまた。大丈夫かな。え、
いや、絶対やばいと思うんだけどな。検問です。ほら、来た。国境なもんで。はい、パスポート見して。A の男です。パスポート見して。通ってねえ。お兄さん持ってないんだ。検査させてもらうから。それはちょっとまずいというか、形式的なもんだから。ちょっと中見させてもらうだけだからね。大丈夫だって、ちょっとぐらい見逃してるから。うわ、すげえ。やべえ。バレた。大麻の山じゃん。小松さん、スタバ。お兄さん、マネーロンダリングしようとした？はい、そうです。やってねえ。あの野郎。はい、そうせえな。ちゃんと来てんのかよ。あいつの送り住所間違えちった。お前は逮捕する。え？楽曲か。世界の珍しい事件。私病で52歳。人生の折り返し地点はもう終わった。ギュギュッと楽しい毎日がこれから待ってるよね。行ってきまーす。病でいきなりどうしちゃったんだよ。病でさんの夢は持って12日というところでしょうか。え？うわ、起きた！生き返った。え、嘘。じゃあ僕帰ります。いや、ちょっと待ってよ。あ、行っちゃった。本当お前大丈夫？なんともなくてよかったな。本当だな。お前のことラッキーマンって呼ぶわ。記念にスクラッチ買おうか。ああ、いいね。記念にな、記念に。まあ、蘇った記念ってことで。まあでも交通事故で運使い果たしてもう当たることないんじゃね。当たった。え？ 1万7000ドル当たった。嘘だろお前。俺やっぱ持ってんだ。どうもこんにちは。私たちは記者の者です。あなたがとんでもないラッキーボーイだと聞いて取材しに参りました。わかりました。じゃんじゃん取り上げてください。んで、ここが大当たりをかました宝くじ屋なんです。なるほど、そういった経緯があったのですか。ちょっと記念に1枚買ってみてくださいよ。そんな言うなら。わかりましたよ。まあ、外れても我々の編集でうまいことしますから。当たりました。え ?25 万ドル当たりました。え落局か。世界の丸々な起源。まあ、エイジ、なんだよ。今、チャポンで俺たちのテーブルゲームが流行ってるらしいぜ。はいえ、そうなのか。しかもあいつらがってね、それを伝統文芸にしてるらしいぜ。ちょっと許せね、俺行ってくるわ。ああ、待て待て。俺たち16世紀の人間だからもう死んでんだわ。ああ、そうだったわ。でも流行ってるのはいいことじゃないか。このまま見守ろう。なあ、ユージ。なんだよ、どうしたんだよ。俺たちのテーブルゲームが流行ってるって言ったじゃねえか。あれもう廃れて、え？別のテーブルゲームが流行ってるらしいぜ。お前それパクリゲームじゃねえか。信じらんねえよな。やっぱあいつら許せねえ。あ、待て待て。止めらんねえってだから。あ、そうだったわ。まあでも、これからわかるのは、まあ、俺たちのテーブルゲームが、まあ、わかるんだよ。おい！おい！おい！返事しろよ、おい！おい！お前を逮捕する。世界の間抜けな事件。め先輩何食ってるんすか。あ、これ有名なピザ屋だよ。 SNS でちょっとバズってるね。YouTube やってるから見てみたら。あ、見てみます。はい、今日はね、皆様にピッツ作りを紹介したいと思います。やってますね。大事なのは私の笑顔。あ、つって。あ、先輩。おい、どうした。ここ、何やっべえな、これ。はい、素敵なピザ職人さん。いらっしゃい。あなたのこと SNS で知ったの。お、俺のこと知ってるんですね。嬉しいな。ピザ1枚テイクアウトでもらえるかしら。あ、ピザ？うん、じゃあこれ、はい、どうぞ。ありがとう。じゃあこれよろしく。あれ、こうなるか。そうよ、今日は大事なことがあってきたの。どうした結果出た？まあ、一致してる。え？あんたを逮捕しにね。え？まさか16年間もピザ職人をやっていたとはな。あまりインターポールを舐めるな。インターポール？ SNS に顔さらすのはリスクがあるんだよ。お前を逮捕する。え？世界の珍しい事件。はい、こちら警察。赤ちゃんが車内に取り残されています。なんですって。おい、すぐに向かうぞ。先輩、それごときに急がなくてよくないですか。このバカチンが。我が国で子供を車内に放置することは違法と決まっているんだよ。わかりました。すぐに行け。すぐに行きます。ここが現場か。お、車内に幼児の頭部らしきものを確認しました。ナンバーからすぐに所有者を特定しろ。わかりました。この人です。すぐに電話する。もしもし。はい、もしもし。このバカチンが。何？だから車内に子供を放置してるでしょうが。ちょっと待ってよ、私に子供なんていないわよ。ここまで来てしらばっくれるのか。すぐに来い。騒いでるとこ悪いけどね、私買い物中なの。5分ぐらいしたら戻るわ。そういうならわかりました。お宅の車がどうなっても我々責任を取りません。え、ちょっとどういうこと。おい、やれ。はい、わかりました。え、今の音何。今あなたの車の窓を叩き割りました。え、嘘。すぐに助けてやるからな。あなた絶対弁償してもらうわ。我々は正義を尽くしたまでだ。あなたの違法行為を断じて許さない。ば、なんだよ。車内からこんなもの見つかりました。え、子供はいませんでした。ああ、はい、はい、もしもし。どうする気。我が国の平和は今日も守られた。魂は見つかっちゃった。世界の間抜けな事件。大丈夫だ、ちょっと頭を冷静にしたしたいんだ。一発目ね。はいよ。あー、気持ちいいね。あー、もうそれがボワボワする。これって警察追ってんじゃないの。それはまずい。どうじゃない。それを止めるには警察官を呼ぶしかない。わかった、僕が電話する。一回ハイウェイ降りて。あれ、こちら911。警察さん、僕たちの周りを尾行するのやめてください。あなたの周りにパトカーはいねえはずです。僕たちは国境から国境に荷物を運ぶ仕事をしてるんだ。それだけなんだ。ああ、なるほど。武器なんか持ってたりしませんよね。僕たちはピットボールを住んでる。大丈夫、何もしないよ。超いい犬だから。でしたら、あなたが今いる現在地まで警察官を向かわせます。そんな。あ、ちょっと待ってよ。待ってちょうだい。仕方ない。無害であることを示そう。
警察です。何をしてるんですか。僕たちは無害です。大丈夫ですよ、そんな簡単に逮捕したりしませんから。よかった。ところでピットブルがいると聞いたんですが。え、僕たちピットブルなんか連れてませんよ。あの犬小屋ちょっと中を見させてもらっても。あ、やべ、それはタイマーがいっぱい見つかっちゃった。お前を逮捕する。え、オーマイゴッド。ダーウィン賞の紹介。あいつが船長になったって本当ですか。うん、本当。あの真珠の養殖場を大爆発させた奴がですか。そうだよね。その爆発が 5km 先からでも見えたって言うじゃないですか。うん、わかる。なんでなんですか。世の中不条理だよね。そこで君には新しい船長の船員になってもらおう。え、いってらっしゃい。オーマイゴッド。船長、僕不安っす。大丈夫、安心したまえ。大船に乗ったつもりでね。それが嫌だっつってんだろ。出航します。ヤンソロン。なんだ。おやおやおや。あ、ああ、どうしたんだい。船長、プロペラになんか絡まってます。ほんと。ダイバーに連絡して取ってもらいましょう。大丈夫、僕がやる。え、ちょうどここに潜水服があるんだ。え、嘘でしょ。装着。いや、楽しみだな。嘘、もう着替えたの。行ってきます。あ、行かないで。どれだろう。エンジン止めてない。お、これか。